とこの婚約が破棄された。きっかけは、いとこ、いとこ母、婚約者、とめ、プランナーさんとで、結婚式の打ち合わせをしていた時の、とめの一言。普通の結婚式じゃつまらない。男女逆にしましょうよ。先に、嫁子さん、いとこが待っていて、私が、ムチコちゃんの手を引いて、バージンロード歩くの。プランナーさん、いとこ、いとこ母は、おかーん。婚約者は、じゃあ、母さんもウェディングドレス着ようよ。母さんはスリムだから、これが似合うと思うんだ。マーメイド型のやつ。と満面の笑みで言ったとか。予算もないし、さすがにそれは。と言うと、だったら、嫁子のお色直し、なくしたらいいじゃん。いとこといとこ母は、怒って帰った。次の日、相手側から婚約破棄宣言。いわく、ママンを傷つけたから、らしい。親しい人にしか、婚約のことは言ってなかったし。結納もしていなかったから、大した被害はなかったそうだ。もう10年以上経つが、元婚約者はまだ独身らしい。いとこは、別の人と結婚して、元気にママ中。